やみな、兄貴船長です。船員になるためには基本的に会議資格が必要だが、会議系教育機関を出ていなかったり、陸上で会社員をしている人でも短期間で会議資格を取得する方法がある。今回は未経験から船乗りになる方法の一つである6級会議士免除、この資格取得に必要な期間や費用に加え、実際に6級を経て船乗りになった人が感じるメリット、デメリットを紹介しよう。このチャンネルでは様々な船の特徴や船員の実態を分かりやすく解説しているので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは本日も出航。特定の役職を除き20トン以上の大型船舶に乗る船乗りに必要な国家資格が会議資格だ。上から順に1級から6級まであり、中でも6級は最も初歩的な資格となっている。種類としては操船を担当する航海とエンジンなどの機器を担当する機関に分かれており、階級が上がっていくごとに運航できる船のサイズやエンジンの出力が上がったり、航海区域が広くなるぞ。航海の6級資格を取得した場合はこちらの条件で操船できるようになり、上位資格を取得していくことで段階を経て操作できる船のサイズや海域が広がる。機関の場合はこちらの条件で機関業務を担当できるようになり、上位資格を取得していくことで担当できるエンジンサイズ、海域が大きくなっていくぞ。6級受験資格を得るためには、航海の場合総トン数5トン以上の船舶に2年以上乗船し、船舶の運航を担当していたという経歴が、機関の場合総トン数5トン以上の船舶に2年以上乗船し、機関員または小型船舶の船長として働いた経歴が必要だ。しかし6級会議士短期養成課程という国が定める10.5ヶ月の短期間講習を修了すれば、筆記試験、口述試験をパスし、身体検査だけで資格取得できるぞ。今回の動画ではこの6級会議士短期養成課程について細かく見ていこう。短期養成課程は航海コースと機関コースがあり、受講料は42から43万円ほど。内容としては 2.5 ヶ月の座学、2ヶ月の乗船実習を教育機関主体で行い、その後就職先の会社で6ヶ月の乗船を行う、最短合計 10.5 ヶ月で会議免除を取得できる。入学選考があるが、そこまでハードルが高いわけではなく、卒業率も 96% 以上と高いぞ。広島、熊本、徳島、兵庫にある各施設で開催されているが、場所や運営機関によって開催時期や開催数、開催しているコースの種類が変わってくるので、自分に合った場所、運営者を選ぶ必要がある。短期養成課程を活用することのメリットとしては、6級取得に必要な期間を短縮できる、就職前に知識や経験を深め会社や船種の向き不向きを検討できる、就職相談支援を受けられるなどがある。逆にデメリットやリスクとしては、まとまった時間拘束される、40万ほどの受講料がかかる、向き不向きが分かれやすい職業などがあるため、事前によく検討したり経験者に話を聞いてみるといいだろう。ここからは実際に養成課程を卒業して船乗りになった人の意見をいろいろ聞いてみよう。今回インタビューに協力してくれた人たちはこのような人たちだ。ざっくり70名ほどが協力してくれたので、その中身を紹介していこう。船乗りを目指した理由を教えてください。もともと自営業をしていたのですが、海が好きなのと、まとまった休暇で趣味に没頭できるのが魅力で船乗りに転職しました。今では一等航海士、船長代理をしています。私はもともとトラックの運転手をしていました。海への憧れがあったのと、友人から勧められたのがきっかけですね。現在はケミカルタンカーの一等機関士をしています。短期養成課程を利用したのはどうしてですか？船乗りになりたいと思い立った時は、右も左もわからない状況でした。いろいろ調べる中で、船員になるために効果的な手段だと思い活用しました。会社に就職する前に資格を取得していた方が良いと考え、短期養成課程に申し込みましたね。私は短期養成課程より先に会社に応募し、その会社からサポートしてもらって短期養成を終了しました。会社によっては受講料を負担してくれたり、資格取得中の給料をもらえる会社もありますよ。ありがとうございます。全体としてはこのような割合でした。実際に未経験から船乗りになって感じた長所と短所を教えてください。
国家資格で安定しており収入が高いことが長所。家族に毎日会えず寂しいのが短所です。手取りは20万ほど上がりましたね。給料面と長期間休暇が魅力です。逆に人間関係に結構気を使うのは短所です。実際に人間関係が転職理由で多いので会社や職場の雰囲気などを見て合う合わないを判断できるといいと思います。貴重なご意見ありがとうございました。6級短期養成課程いかがだったかな。実際に養成コースを行っている機関や参考になるサイトをいくつか備考欄に掲載しておくので興味がある人は確認してみてくれ。 Twitter や Instagram でも情報発信しているのでフォローをお待ちしています。最後まで見てくれてありがとう。次の動画もお楽しみに。海が呼んでるぜ。